桃の毛桃の毛桃の毛姫が私の名前本当の名前は他にもあるけど呼ばれたことがない生まれた時から太ももに毛が生えてる私しかも剛毛硬くて鋭いまるで山嵐そんな私もお年頃お婿を迎えるお年頃隣の国の王子様何も知らずに立候補縁談まとまりしょいやんの晩格子落ちだらけに頬を乗っていで彼はこの城飛び出した桃の毛桃の毛桃の毛姫はバツイチ娘傷物にされたのは隣の国の王子様だけどそんな隣の国に手強い敵が攻めてきた助け求められここぞとばかり姫は立ち上がる王子の国の軍隊の弓矢を持った兵隊に拷問を抜いて手渡したこれでお国を守りなさい硬くて鋭いこの新兵器敵の軍隊は全滅寸前命からがらに逃げてた桃の毛桃の毛桃の毛姫は勝利の女神王子は改めて桃の毛姫にプロポーズした戦のおかげで拷問は一本も残っていないそして二人は結ばれためでたしめでたし桃の毛姫チャンネル登録お願いします